ブラッドピット、ブラッドピット、ブラッドピット、1963年12月18日帯は、アメリカ合衆国オクラホマ州出身の俳優、映画プロデューサー。日本での愛称はブラピ。アカデミー賞に俳優として3度、プロデューサーとして3度ノミネートされている。身長180センチメートル、体重73キログラム。 トラック会社の経営者である父と高等学校のカウンセラーであった母との間に生まれた。生後間もなく、ミズーリ州、スプリングフィールドへ転居し、保守的な家庭で南部バプテストとして育てられ、弟が二人いる。イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、北、アイルランド、ドイツの血を引く。幼少時には3歳当時の1966年に、 公開された日本の怪獣映画、フランケンシュタインの怪獣サンダタイガイラを見て感動し、後年の2012年に開催された第84回アカデミー賞の授賞式でそれを語っている。在学時は、レスリング、水泳、バスケットボール、ゴルフ、テニスのチームのメンバーだったほか、ディベート、校内自治、演劇活動に阻しんだ。高校卒業後は、 ミズーリ大学コロンビア校に入学し、広告を中心としたジャーナリズムを専攻した。友愛会に参加し、いくつかの友愛賞に出席した。しかし、将来を見据えた際に、物事が何も進展しないように感じ、自分が今までに映画を見て感じた長景や彷彿とするような気持ちを忘れられず、俳優になることを決意。学位を取得する2週間前に大学を中退し、 手持ち金325ドルでロサンゼルスに向かった。ロサンゼルスではから演技レッスンを受けるかたわら運転手やの店員など様々な仕事をしていた。1986年にはビバリーヒルズに移住している。1987年に追い詰められての早くで映画デビュー、クレジットなし。1987年5月には NBC のソープオペラ2には出演し、テレビデビューした。同年11月 ABC のシットコム、愉快なシーバーやにゲスト出演した。1987年12月から1988年2月には、CBS のダラスにチャーリー・ウェイドのボーイフレンドのランディ役で4話出演した。ピットはそのキャラクターを、星草に引っかかるバカなボーイフレンドと説明している。 1988年には、ホックスのドラマ、21ジャンプストリートにゲスト出演した。同年、リックで映画初主演。しかしこの作品は、クロアチア紛争勃発のために一時お蔵入りとなり、1997年まで公開されなかった。1989年には、ホラー映画、処刑教室最終章マイナスで主演を務めた。テレビでは、フレディの悪夢、 ナイスサーティーズにゲスト出演したほか、愉快なシーバー屋に再出演した。1990年には NBC のテレビ映画、トゥルーブルースで主人公ビリーを演じ、ジュリエット・ルイスと共演した。また同年、フォックスの全6話の短期ドラマ、クローリー,デー・デイズと HBO のテビ映画、ザイメージに出演した。翌1991年の映画、傷だらけのランナーでは、 ディック・シュローダー演じる、犯罪者の兄弟で、高校生ランナーのジョー・マロニーを演じた。映画やテレビへのゲスト出演を繰り返した、数年後、1991年のロードムービー、テルマ・ルイーズで、テルマ、ジーナ・デイヴィスの、ボーイフレンドの JD を演じ、知名度を上げた。この作品でのデイビスとのラブシーンは、ピットを、セックスシンボルにした出来事として挙げられている。 デルマンド・ルイーズの後に出演した映画、ジョニー・スエード、1991年と、クール・アールドは、批評的にも、工業的にも失敗した。1992年、ロバート・レッド・ホード監督による、電気映画、リバー・ランズ・スルー・ウィットで主役の弟、ポール・マクリーンを演じた。この作品でのピットの演技はキャリアを築き上げたと、評価された。1993年、 ロードムービー、カリフォルニアで、ジュリエット・ルイスと再共演。連続殺人鬼のアーリー・グレースを演じた。また、犯罪映画、トゥルー・ロマンスではフロイドを演じた。その年彼は、ショーの明日の男性スター賞を受賞した。1994年は、ピットのキャリアの大きなターニングポイントとなった。映画、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアでは、吸血鬼のを演じ、トム・クルーズ、 キルスティン・ダンスと、クリスチャン・スレーター、アントニオ・バンデラスと共にアンサンブルキャストの一人を、務めた。演技はあまり評価されなかったものの、同作により、MTV ・ムービー・アワードで二部門を受賞した。インタビュー・イズ・ヴァンパイアの後は、レジェンド・オブ・フォール、果てしなき思い、1994年に主演し、移民のウィリアム・ラドロー大佐、アンソニー・ホプキンスの息子のトスタン・ラドローを演じた。 この作品により初めてゴールデングローブ賞主演男優賞候補に上がった。映画自体のレビューは賛否あったものの、ピットの演技は好評を得た。1995年、犯罪スリラー映画セブンで連続殺人鬼ケビン・スペーシーをオウ・ケージを演じ、モーガン・フリーマンやグリネス・パルトローと共演した。ピットは同作を素晴らしい映画と言い,い、 自分の演技の幅が広がったと語った。この作品は評価からも評価され、バラエティは彼の演技をベストとし、ピットが粘り強く、精力的な刑事を体現したことを公表した。セブンは全世界で3億2700万ドルを売り上げた。セブンの成功の後、テリー・ギーリアムの SF 映画、十二モンキーズに出演。作品の評価とともに、ピットの演技にも公表を得て、 本作でゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞、アカデミー賞助演男優賞にも初めてノミネートされた。翌1996年、法廷ドラマスリーパーズに出演。映画は賛否両論であった。1997年の映画デビルではハリソン・フォードと敵対する IRA 暫定派テロリストのローリー・ディヴァニーを演じ、アイルランドなまりの英語を披露した。 デビルは、世界興行収入が1億4000万ドルに達したが、批評的には失敗した。その年末には、ジャンイコールジャックアノーの映画、セブン・イヤーズ・インベットに主演し、オーストリア人登山家のハイン・リヒ・ハラーを演じた。この作品では共演のデビット・シューリスと一緒に、カリフォルニアやヨーロッパのアルプス山脈でロック・クライミングの訓練をした。同作は批評家に酷評され、 失敗作と言われた。1998年のジョー・ブラックをよろしくでは人間を研究するために青年の体を借りているという設定の指針役を演じたがサンフランシスコ黒に来るのはピットは観客に彼が死と永遠の謎のすべてを知っている設定だと納得させることはできなかったと評し映画評論家のロジャー・イーバートはピットは素晴らしい俳優だが この演技は誤算だと評すなど、ピットの演技に対し、否定的な意見が寄せられた。映画自体の評価も、賛否両論であった。1999年、デビッド・フィンチャー監督の映画、ファイトクラブでカリスマ的人物であるタイラー・ダーデンを演じた。ピットは、ボクシング、テコンドー、クラップリングのレッスンを受けて、撮影に臨んだ。ピットは、役作りのために前歯を除去し、 撮影後に元に戻した。同作は、工業収入は、予想を下回るものだったが、翌2000年に DVD が発売されて以降、カルト的な人気作品となった。その後2000年のギャング映画、スナッチで、アイリッシュジープシーのボクサー役を演じた。作品そのものの評価はいくらかの批判があったものの、ピットの演技はおむね好評を得た。翌2001年には、 ロマンティックコメディ映画、ザ・メキシカンで、ジュリア・ロバーツと共演。同作は、批評的には、今一つだったが、工業的には、成功を収めた。同年は1億4300万ドルの、工業収入を上げた冷戦スリラー、スパイ・ゲームにも出演し、ロバート・レッド・フォードと共演した。同年11月22日、テレビドラマ、フレンズの、第8シーズン第9話、ブラピノ、 ヘイトクラブで当時の妻、ジェニファー・アニストン演じるの同窓生役でゲスト出演した。この演技により、エミー賞のコメディシリーズゲスト男優賞にノミネートされた。さらに12月1960年のオーシャンと11人の仲間をリメイクした強盗映画オーシャンズ11に役で出演た。ジョージ・クルーニー、マット・デーモン、アンディ・ガルシア、 ジュリア・ロバーツらのアンサンブルキャストに加わった。オーシャンズ11は、批評家から好評を得たほか、全世界で4億5千万ドルを売り上げ工業的にも、成功した。2002年2月、MTV のリアリティ番組、ジャッカスの2つのエピソードに出演。1つでは、ゴリラの着ぐるみに入って、ロサンゼルスの通りで暴れ、もう1つのエピソードでは、市民の前で突然拉致されるありである。 同年、ジョージ・クルーニーの監督デビュー作、コンフェッションに亀を出演した。2003年には、ドリームワークスのアニメ映画、シンドバッド七つの海の伝説のシンドバッドを役、テレビアニメ、キング・オブ・ザ・ヒルのゲスト出演で、初めて声優を務めた。2004年の映画、トロイではアキレスを演じるにあたり、撮影の6ヶ月前から、剣の訓練をした。撮影中に、 アキレス腱を怪我して制作が数週間遅れるなどしたが、同作は全世界で4億9700万ドルを売り上げこれまでの出演映画で最も商業的に成功した作品となった。ワシントンタイムズのスティーブン・ハンターは、ピットはこういった過酷な役柄を演じさせると優れていると評した。同年公開のオーシャンズ12は世界で3億6200万ドルを売り上げ、 ピットとクルーニーのダイナミックさは、ポール・ユーマンとロバート・レッドフォード以来の相性であると、CNN のポール・クリントンにより評された。2005年、アクションコメディー映画、ミスターミセス・スミスに出演。作品自体は、平凡な評価だったが、作中でのピットとアンジェリーナ・ジョリーのコンビネーションに、関してはおおむね好評を得て、工業的にも成功し2005年のヒット作の一つとなった。 翌2006年、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリト監督のバベルで、ケイト・ブランシェットと共演。この作品は、ゴールデングローブ賞作品賞、ドラマ部門を受賞し、また、アカデミー作品賞にもノミネートされ、ピット自身もゴールデングローブ賞助演団優勝にノミネートされるなど好評を得た。ピットは後にこの映画への出演を、自分のキャリアで最高の選択の一つだったと語っている。 2007年には、西部劇ドラマ、ジェシー・ジェームズの暗殺で、アメリカのアウトローであるジェシー・ジェームズを演じた。同作はピットが経営する、会社プランビーエンターテインメントで制作され、のによるとピットは、恐ろしく、カリスマ的な役割を果たしているとされ、ベネツヤ国際映画祭団優勝が与えられた。また、ピットは、プロモーションのために、同映画祭に出席。途中、 ボディーガードを押しのけて現れたファンによって抱きつかれるというハプニングがあったが、無事に2008年の同映画祭会場で男優賞のトロフィーを手にした。2008年、ブラックコメディ映画、バーン、アフターリーディングに出演し、初めて公演兄弟とコラボレーションした。同作は批評家から肯定的な評価を受け、ガーディアン誌ではしっかりと巻かれた巧みなスパイコメディのプロットで、 ピットの演技が面白さの一つであるとした。同年、デビッド・フィンチャー監督のベンジャミン・バトン数奇な人生に主演。老人の姿で生まれた男が年を取ることに若返ってゆくという物語で、ノア・ピットの繊細な演技がベンジャミン・バトンを不朽の名作に作り上げていると高く評した。同作の演技により、初めて全米映画俳優組合賞にノミネートされ、 さらに4度目となるゴールデングローブ賞、2度目となるアカデミー賞ノミネートも果たした。同作はアカデミー賞では合計13部門でノミネートされ、全世界での興行収入は3億2900万ドルに達し、また同年はクエンティン・パランティーノ監督のイングロディアス・バスターズにも主演。ドイツ占領下のフランスでナチスと戦うアメリカ軍人のアルドレイン中尉を演じた。 この作品は工業的にも成功し、評論家にも高評価された。同作はアカデミー賞を含む多くの映画賞にノミネートされており、ピット自身も MTV ムービーアワード演技賞にノミネートされた。翌2010年にはアニメ映画メガマインドでスーパーヒーローのメトロマンの声を務めた。2011年パルムドールを受賞したテレンス・マリック監督の ツリーオブライフでショーンペンと共演。また、同年、実話を原作としたドラマ映画、マネーボールで、オークランド・アレチックスのゼネラルマネージャーのビリー・ビーンを演じ、批評家から強力な支持を集め、ピットは再びアカデミー賞主演団優勝にノミネートされた。2002年、ピットはジェニファー・アニストンとパラマウント映画の CEO のと、共に、 映画制作会社のプラン B エンターテインメントを設立した。2005年にアニストンとグレーは撤退し、ピット一人で所有している。同社では、ジョニー・デップ主演のチャーリーとチョコレート工場。2005年、ピット主演のジェシー・ジェームズの暗殺。2007年、アンジェリーナ・ジョリー主演のマイティ・ハート・アイト・キズナ。2007年など多くの映画が制作されている。 またプラン B は2007年にアカデミー作品賞を受賞したリッパーテッドも制作している。同映画でピットはプロデューサーとしてクレジットされているもののオスカージュ与の対象であったのはクレアム・キングのみであった。ピットは会社についてインタビューで論ずるのを嫌っている。ピットは数多くのテレビコマーシャルに出演している。アメリカが衆国市場では 第39回スーパーボウルで放送されたハイネケンのコマーシャルなどがある。同 CM はセブン、ファイトクラブ、ベンジャミンバトン数奇な人生のデビッド・フィンチャーが監督した。他にはロシアのモデルノと共演したホンダ・インテグラ、ソフトバンクやエドウィンなどアジア向けに作られたテレビスポットがある。2009年6月、ピー・プル氏によると ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーのチャリティ組織、ジョリー・ピット基金が、パキスタンの難民救済のため100万ドル、日本円で約9、800万円を国連難民機関に寄付した。アンジェリーナは、過去に3回パキスタンを訪れており、住むところがなくなった人々を救うために使ってほしいと、今回の寄付をした。国連難民機関の代表であるアントニオ・グエテレスは、援助に感謝している。 2009年10月、アメリカのチャリティ団体ザ・ギビングバックファンドが2008年の寄付額が最も多い有名人のランキングを発表し、アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットがハリケーン・カトリーナで壊滅的状況に陥ったニューオリンズの再建やエチオピアやイラクの子供たちに総額で1、340万ドル、日本円で約12億円を寄付して2位にランクインした。 2009年11月、ハリウッドリポーターによると、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーの2008年の寄付金総額は680万ドル、日本円で約6億1200万円だったという。二人が設立したジョリー・ピット基金の2008年度の納税通知書によると、同基金の収益は1300万ドル、日本円で約11億7000万円で、 その半分以上を様々な団体に寄付したといい、世界中の病気を減らすことを目的としている団体ザ・グローバル・ヘルス・カウンシルは、同基金から200万ドル、約1億8000万円を受け取り、ブラッドが創設したチャリティ団体メイ・キット・ライト・ファンデーションとヒューマン、ライツ・ウォッチも、それぞれ1万ドル、約9000万円を受け取ったという。さらにザ・アームド・セルビス・ YMCA ・オブ・ザ・ US Army, ブラッドの地元スプリングフィールドの学校、息子、マドックスの母国カンボジアの団体なども、ジョリー・ピット基金から寄付を受け取っているという。2009年12月、ピープル氏によると、アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットが、アメリカの養護施設団体、アメリカン SOS、チルドレンズ・ビレッジ20万ドル、日本円で約900万を寄付した。この団体は、 イリノイ州とフロリダ州にある養護施設で現在は300人ほどの子供たちが暮らしている。アンジェリーナは、孤児や捨て子を育て、家族をバラバラにしない、SOS の素晴らしい活動を、私たちはこの目で見ました。SOS ビレッジでは一定の年齢になったからといって、子供が放り出されることはありません。職業訓練、高等教育。 生活の手助けなど、すべての援助を永遠に与え続けてくれる場所ですと、コメントしている。SOS Children's Village USA の会長は二人が、同団体に、寛大な手を差しべてくれたことに感謝し、今後も子どもたちをより良い方法で支えていきたいと、コメントしている。SOS Children's Village は、コジアステ子を支援する、世界最大の NPO で132カ国で500の、 レッジが存在している。2010年11月、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーは、児童養護団体 SOS、チルドレンズ・ビレッジに、ジョリー・ピット財団を通じて15万ドル、日本円で、約1、275万円を寄付した。ブラッドとアンジーは2009年にもこの団体1 0万ドル、日本円で、約850万円を寄付しており、 今回は2009年の1.5倍の被体を寄付したことになる。SOS チルドレンズビレッジの会長ヒース、ポール博士は、この寄付に感謝を述べ、ブラッドとアンジーは子供にとっての家族の大切さを、とてもよく理解しています。彼らは、実際に、難民キャンプなどで、我々の活動を目の当たりにして、寄付を申し出てくださいましたと二人の寄付があった案に、お金だけが動くだけの寄付ではなく、 心のこもった重みのあるものだと述べた。2011年1月、ハリウッドリポーターによると、実施シャイロが生まれた国並ミ部屋にある野生動物保護区に、シャイロの名のもとに、パートナーのアンジェリーナ・ジョリーと共に設立した、ジョーピット財団から200万ドル、日本円で1億6400万円を寄付していたことが明らかになった。2011年6月、 バングメディアインターナショナルによると、竜巻の被害に遭ったミズーリ州南西部の町、ジョプリンに50万ドル、日本円で約4、レレレレレレレ円の寄付、したという。この寄付金は、パートナーのアンジェリーナ・ジョリーと共に設立した、ジョリーピット基金による、寄付金で、壊滅的な被害を受けて、中長期的な支援を必要とする、町の再建に充てられるという。ブラッドは、 町の30%が壊滅的な被害に遭い、ジョプジンの町には難題が待ち受けています。僕はこの町の近くで育っているため、住民は仕事熱心で、謙虚、立ち直る力も強いことを知っていますと語り、町の再建の手助けになりたいと言っているという。2011年8月、バングメディアインターナショナルによると、ブラッドピットとアンジェリーナ・ジョリーが設立した。 財団法人の納税記録が公開され、二人が2009年だけで総額490万ドル、日本円で約億9、200万円を事前団体に寄付していたことが分かった。その寄付先は195万ドル、日本円で約1億5、600万円が、両親の働いている家庭の支援団体に、100万ドル、日本円で約8、0000 000 000円は、 国連関連の事前団体に70万ドル、日本円で約5、600万円は子供の癌基金にまた48万ドル、約3、840万円は自然災害にあった町の復興基金などに割れている。二人の友人はセリブたちの多くはブラピア・アンジーから学ぶことが一つや二つあるはずよと、その金額の大きさがうが返るコメントをしている。 1980年代後半から1990年代前半にかけてのピットは自身の出演作で共演したロビン・ギブンズ、処刑教室最終章マイナス、ジュリエット・ルイス、トゥルー・ブルースとカフォルニアらと交際していた。さらに1994年から1997年まで交際していたグイネス・パルトロー、セブンで共演とは大きく報じられ、一時期は婚約まで結んでいた。 1998年にピットはフレンズの女優ジェイニファー・アニストンと出会い2000年7月29日にカリフォルニア州マリブでプライベートな結婚式を挙げた何年もの間彼らは珍しいハリウッド結婚の成功例と考えられていたが2005年1月7日に離婚を発表した2ヶ月後アニストンは若いしがたい不和を理由に離婚を申請し10月2日に ロサンゼルス上級裁判所により離婚が成立した。ピットとアニストンは辛辣な関係であると報じられているが、2009年2月、ピットはインタビューで自分たちはお互いチェックイン、両者の生活の大きな一部であると語った。アニストンとの離婚危機の間、ミスターミセス、スミスの共演であるアンジェリーナ・ジョリーとの接近がメディアで注目を集めた。ピットは 不定の噂を否定しつつ、セットで、ジョリーと恋に落ちたことを認めた。アニストンが離婚を申請してから1ヶ月後の2005年4月、パパラッチにより、ケニアのビーチで、ピットとジョリーと彼女の息子のマドックスらしき姿が映され、両者の関係の証拠であると、マスコミに解釈された。2005年夏になると二人でいる姿は、頻繁に目撃され、芸能メディアではこのカップルは、と呼ばれ、 2006年1月11日、ピー・プルシにてジョリーは初めて自らの関係を公に認め、ピットの子供を妊娠していることを明かした。2006年10月、エスクアイア氏のインタビューにてピットは、この国で結婚したいと思った。誰もがきちんと結婚できるようになったら、アンジーと僕は結婚を考えると、アメリカのすべての州で同性婚ができるようになるまで結婚はしないことを、 述べた。彼は2009年8月と2011年7月に繰り返しこの姿勢を明かしている。また2010年2月、ピットとジョリーは両者の破局を伝えた、イギリスのニュース・オブ・ザ・ワールドが身を名誉毀損で提訴した。2012年4月13日、アンジェリーナ・ジョリーと交際7年目にして、正式に婚約したとブラッドの代理人が明らかにした。 結婚式の日程などは決めず、約2年の婚約期間を経て、2014年8月23日に南仏プロバンスに二人が所有するシャトーミラバールの教会で挙式し正式に夫婦となった。2016年離婚を申請。2006年5月にナミビアでアンジェリーナ・ジョリーとの間の人娘、シャイロ・ヌーベルが誕生した。2008年7月12日には、 フランス南部のニースで、男児、ノックス・レオンと、女児、ビビアン・マーシェリンの双子が誕生した。ジョージ・クルーニー、マット・デーモンとは、オーシャンズ11での共演で友人となり、またダーモット・マローニーは、下積み時代からの親友である。また、ロバート・レッド・ホードを尊敬しており再共演した、スパイ・ゲームのインタビューにて、師匠であり、もう一人の父親のような存在と語っている。 アラク・オバマとは遠い親戚である。これについてオバマは美男の遺伝子がすべて彼の方に行ってしまったと話している。またジョニー・デップとも21ジャンプストリートにゲスト出して以来連絡を取り合う仲らしい。戦術の通り映画に対する思い入れは強くシネフィルとして有名。ジェニファー・アニストンとの二人きりの旅行でも映画の DVD を持ち歩いたほどの映画好き。 また、好きな映画作家や、俳優の話題になると上舌になるためインタビュアーは、あらかじめ話題作りのために、ピットの好きな映画作家や俳優を下調べしておく、手法を用いる。セブンイヤーズ・インチベット、ファイトクラブの他にも、トゥルー・ロマンス、マルコビッチの穴のカメオ出演が気に入っている。インテリアのデザインを趣味としており、建築ジャンキーとして知られ、フランク・ゲイリーを尊敬している。 特技は、ライフル銃。本人曰く、オクラホマ州出身の男性は、子供の頃から、護身術の一環とし打ち方を習得するらしい。サメと雲が苦手。また、バイクが趣味で何台かのハーレーを所有している。エドウィニアロレックス、ソフトバンクモバイルの CM のイメージにより引いてた、ファッションセンスの持ち主とされている一方で本人の、ファッションに対する、関わりは、あまりない。 髪型は役柄に合わせて変えていたが、最近は坊主頭や短髪が多い。衣服は交際相手により変化する傾向があるが、テルマルイーズ、ザメキシカンで披露したようなカジュアルなものが多い。それでも映画の劇中や公式の場におけるファッションは高く評価されており、アメリカの著名な雑誌で最もセクシーな男に二度選出されている。2013年。 総合出任かもしれないと告白した。日刊糸井新聞のアンケートで、福山雅春、木村拓也、小田切城に続いて、なりたい男の顔ランキングで5位にランクインした。他にも、桜俊介や平田博明、松本康則が複数回担当している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。